よくその部屋でさ一人で喋ってる動画、うん、俺ほら YouTube とかってさ一回ひろゆき君の動画見るとさ次ひろゆき君見たくなくてもひろゆき君の動画がバンバン上がってるじゃない。上がってる、はい、でその時に俺だから見ちゃうのよ。あれ何思いついたことをまあとりあえずちょっと言ってみようかみたいな。まああの YouTube ライブっていうのでそのユーザーがコメント書いてくるのでもうそれに対して返答してるだけで、僕何も考えてないんですよ。なんか今日これを話そうみたいなのもなく、うん、コメントありきで流れてる。だコメントないと僕喋れないですから、ね、そうだよね、うん、あれでもそうだよね、うん、そうだよね。彼にも人生があるじゃないか、はい、彼に当時人生なかったわけだから別にいいでしょ。そこからもう完全に僕の飽きたからして何年も焦がして自分はボートで豆食ってもらっておじさん持ち帰ってくださいって言ってないでしょ。